こんにちは、榊敦史です。今日は私のマンションレポートの中からこの江東区総集編について少しお話をさせていただきます。江東区にはですね、大きく2つのエリアに分かれていると私は思っています。一つは江戸時代から続く深川エリアですね。東大線の門前仲町、木場、東洋町、南砂といったエリアですね。でもう一つ新宿線がございまして、森下とか菊名というようなエリアでございますね。向こうに行きますと大島、大島は正確に言うと深川ではないんですが、一応深川と含めさせていただいて、でもう一つございます、江東区には湾岸エリアですね。有明であったり豊洲、日野の面、辰巳といった、いわゆる明治以降に埋め立てられたエリア、この2つによって構成されているのが江東区でございます。で、私のこの江東区総集編ではですね、現在江東区内においてですね、発売されているほぼ全てのマンション43物件なんですが、について私が自分なりの考えを語り分析したものを書かせていただいております。で、深川エリアと湾岸エリアというのは少し様相が異なるんですが、深川エリアの方が昔から人が住んでおります。ところが湾岸エリアの方がですね、人工的に開発されたものですから非常に街並みきれいでございます。で、今度オリンピックが招致されれば大会会場がたくさん設けられます。で、そういった意味で湾岸エリアは非常に注目されています。この湾岸エリアと昔ながらの深川エリア、深川エリアは東西線と新宿線が都心にダイレクトに入っておりますので非常に便利です。直線距離も近いです。しかも厳密に言えばですね、湾岸エリアのタワーマンションよりも深川エリアの盤上マンションの方が価格が安いという現象が起きています。これはもう個人の好みの問題ですが、安くて近い深川エリアを選ぶ方は非常に合理的に考える方ですね。で、湾岸エリアのタワーマンションをお考えになる方は非常にこう住まいに夢を持って開放感を重視されている方ですので、この両方の方々にこれ1台で持って今の江東区の全てのマンションについての私の考えをお読みいただけるというレポートでございます。どうかご活用ください。